次はウッドの練習をします。やっぱり朝芝生の上ってちょっと沈んじゃうので、どうしても3番ウッドとか難しいぐらい上から打ち込みに行っちゃうので、それがすごく試合の中で出てくるのが気持ち悪くて、ティーアップした状態で球だけを打っていく練習をするとすごくパフォーマンスも上がりましたし、あとはドライバーがものすごく簡単に感じられるので、一石三鳥四鳥ぐらいの練習法だと思います。これはこうやってティーが最後に残ってると成功なんですよね。球もティーもこうやってバーンって打っちゃうと音が違うと思うので、球だけを打っていく。